50話ですよ、今回始めていこうと思います。よし、いってるかな。50話ですよ、あ、行きました、行きました。ちょっとお茶を飲ませてくださいませ。はあ、ちょっとイベント疲れが溜まっているのか、ちょっとまだぼやぼやっとしておりますが、今週はこれですね。あ、違った、こっちかな、あ、こっちでしたね。はい、先週ご紹介しました、こちら2023年カレンダー10月の歌の続きの歌をご紹介していこうかなと思います。いかがお過ごしでしたか、1週間。私はちょっとイベント続きで、搬入もしてきた後で、なんかヘロヘロです。先週は奈良の、平城の豊穂記、松水マルシェに参加してきて、で、この水曜日から、近鉄百貨店草津店さんの、着物と小物というイベントに参加してまいりましてですね、イベントの方は火曜日までしているので、明日もね、似顔絵イベントでお邪魔いたします。もうなんか言葉が回ってなくてヘロヘロでございますね。そうなんです、こちら似顔絵のイベントを、星読み似顔絵、星読みをしながらあなたから見える色と模様を描くっていうのをしてまして、で、そう、原画も、新しい原画もね、ちょっと何点か、こちらもちょっとね、この子さんとか、そう、ちょっとね、この木の枠がいい感じだなと思ってゲットしたの、これに入れたのと、あと、そう、今年のカレンダーにも敷いたこのうさぎさんの原画も販売しようかなと思ってますので、よかったら。展示販売なので見に来るだけでもぜひぜひしていただけたら嬉しいなと思います。そうなんですよ、いかが1週間お過ごしだったでしょうか。ということで、先週のお歌を引き続きご紹介していきたいなと思います。ちょっと今日通信微妙かな、大丈夫かな、ちょっと待って、うまいことできてるかな、よいしょ。私ね、今日は久しぶりすぎて、久しぶりすぎてじゃない、なんかうまく配信できてるといいなと思いながら、ちょっとね、なんか昨日ここ数日ずっと通信回線がぐるぐるしてるっていうので、あ、まゆみさんこんにちは、見に来てくれてありがとうございます。ちょっとね、通信回線くるくるしてるのでうまく見れない方がいたら申し訳ないと思いながら、あやゆるさんもお二方と昨日の夜ぶりでございます。見に来てくれてありがとうございます。ということで、私またちょっと京極夏彦熱でドキドキしているんですけども、あ、そう、ドンキ棒持ってくるのを忘れました。違うの、さっきもまたちょっと開いちゃってさ、開いてしまって、2ページだけ読んでほわーってなってます。万葉の世界に帰ってこないと、ハートありがとう。そうなの、万葉の世界に帰ってこないといけないんだけど、こっちはこっちでね、私この二人もすごくすごく萌えの関係でもあるんですよ。数年前に気づいてですね、この二人、胸熱の関係なんじゃないですかというのに気づきましてですね、それからちょっとすごく友情を推しているんであります。なんかね、もう本当付き合ったらいいんだねぐらいのなんかラブラブっぷりなんですよね。いや、もっちゃんも多分池ちゃんも嫁もいるんですけども言わずするんですけれども、なんか本当に何だろう、お互いを思い合ってる具合がとっても胸キュンでいいじゃないですかね、このなんか友情。私はそう、少年には生まれなかったので、このね、メンズ同士のこの胸熱な友情というのにすごくなんか何でしょうね、憧れを抱いてしまうものがあるのかもしれないんですけど、まあ、結構幻想だったりするんだと思うんですけどもどうなんだろう。で、この今日は3900何番だっけ、ちょっと待ってね、3940何番だった気がするんだよな、
今日はね、あの万葉の神の光さんがいらっしゃらないので番号を聞けないという、あ、ありました、3944でございますね。こちら、そう、前回がどういうやり取りだったかっていうのをちょっとちらっとおさらいしますと、大友のやかもちこともっちゃん、私はもっちゃんとお呼びしてるんですけど、あ、わしさんもこんにちは、見に来てくれてありがとうございます。そう、万葉集を編纂したと言われている、あの一般的にはすごいとあの評価されていらっしゃるもっちゃんなんですけど、私が歌からこうイメージされるというか読み解いた人物像は、なんかで、ね、やっぱのいいとこのお坊ちゃまで、大事大事可愛がられて育ってきたので、なんかそういう甘ったれの部分があるというか、ちょっとあのへちゃっとした部分、どこか人に甘えちゃうところ、あとメンタルが豆腐、あの絹ごし豆腐並みに弱々なところで、気分のムラ気が激しくって毎日日記をつけれないところこう褒めてないな、褒めてはいるんですけど、あとは気が弱すぎて、無本みたいなのを絶対起こせないところ、ここはいいところでもあるんですけども、なんか そんな風なメンタリティみたいなところとか、あとあの粘着しすぎてちょっと若干歌が気持ち悪いなっていう時とか、あの、2コメントに3コメント返すみたいな、なんかそういうあの常に、情報量型っていうか、あの愛情型みたいなところとか、そうね、なんていうのかな、ね、大事大事にされてきたかゆえの、なんかちょっとその愛情をちょなんていうのかな、あの過度にしちゃうところ、あの相手の気持ちを考えずに、これ僕がいいと思ったからみたいなんで、こう愛情を上げすぎちゃうところとか、なんか、ね、上げれば上げるほどこう どんなんだこいつみたいなところが出てくるんですけども、まあでもだからこそ、なんかそういうところをもうかしゃないな、かわいいなって思う、その周りの面、なんかね、いろんな方々、あの嫁にしろ、はい、妻の大嬢ちゃんにしろ、親友の池ちゃんにしろ、なんかそういうところをかわいがられて愛されてる感じがすっごい歌から見えるのがめっちゃいいなと思って、あ、にゃこさんもこんにちは、見に来てくれてありがとうございます。なのでちょっとその良さのやり取りをちょっとずつお伝えしたいなと思いまして、あ、ちなみにもっちゃんは当時でいうところのイケメン家系というか、あのイケメン、まあイケメンというか結構イケメン、あのお父さんの弟が万葉集一イケメンみたいな感じで表記されてるんです。マジで書かれてるんですよ、これは。歩くだけで、周りの人がふわーってなんかあの気絶するみたいな、なんかそんな感じの表現が書かれているのが、あのお父さんの弟なんですよ。ってことはですよ、もっちゃんもまあそれなりにすごい結構イケメンだったんじゃないのかなっていう推測が立つんですよね。だから当時結構イケメン でしかもあの割と痩せ方だったらしいんですよ。その食べても太れねえみたいな、なんかね、そういうあのいろんなあのちょっとあのね、あの痩せすぎじゃないみたいな、そういう歌が残ってるので、そう、あの細めのイケメンという、あのみんなが嬉しいそういう、ビジュアルを持っていつつ、なのにですよ、なのに自己肯定感がなぜかすごい低いんです。そう、そこがね、もっちゃんの不思議でもあって、普通イケメンだったらなんか俺かっこいいでしょ、しかも両家のお坊ちゃんですよ、で長男ですよ、大事にされてきてるのに、なのに自己肯定感激低いんですっていうところも、まあ彼の魅力でもあって、だからこそなんかそのね、あの俺ダメなんだよって言って、そうじゃないよ待ちのあるじゃないですか、俺ダメなんだよ、それを結構周りの人にかましていく、それにそんなことないよって優しく言ってくれるのが、この今回ご相手の池ちゃんなんですよね。もう本当いいコンビだなと思うんですけど、あ、赤花さんと、ネオさんにしますって言っていいのかな、はじめましてかな、アイコンのこれは猫なのかな、ちょっとかわいいかわいいです、ありがとうございますっていうことなので、ちょっとそんなあのダメなもっちゃんを支えるイケちゃんみたいな、メンタル的に支えるイケちゃんっていうのを味わっていただきたいなと思って、で、あの先週はそのもっちゃんが初めてその、言ったら領地経営というのを任されて、都から越中に単身赴任して、そう、1ヶ月ぐらいかけて、しかも夏の暑い時に都から、越中まで旅をして、で8月末に、今の8月末ですね、8月末だったかな、そう
当時はもう秋の初めってことですね。8月当時は8月頭なんですけど、その秋の初めに越中に着いて、でそこで、まあ、自分の館が、ね、ありまして、でそこで初めまして、皆さんと、ここに就任しましたパーティーみたいなのを開いて、でそこでこうもっちゃんが歌を呼んで、そこに池ちゃんが歌を返してくれたっていうところまでが前回です。はい、でそれはどんな歌かだったかというと、まあ、うん、池ちゃんが自分の代わりにその、ね、領地の田んぼの緑をこう、ね、チェックしながら、そう自分の仕事をちょっと代わりにしながら、自分のためにお見返しという黄色いね、これですよ、これですよ、この10月のこの歌です。この黄色いこの花で花束を作って持ってきてくれたっていう、なんかどこの少女漫画のヒロインですかみたいな、ヒロインじゃない、ヒーローですかっていうか、少女漫画に出てくる男子みたいな、そんな素敵なサプライズをしてくれた池ちゃんでしたっていうお歌が前回です。でせっかくなのでこの続きの歌を一緒に見ていけたらいいなと思って、今回あ絵本サロンピコさんも見に来てくれてありがとうございます。キヨさんから、はい、ということで続きでございます。まあ、よくもちくんがね、その一周、その池ちゃんがね、そんな風に花束を送ってきてくれたよっていう歌を読んで、そこに三首池ちゃんが返した、その、一首目を前回ね、読みました。そう、君を思い出しながら、こうちょっと回り道をしてきましたよっていう歌なんです。イケメンすぎる、本当ね、池ちゃんの残っている全歌の全てがメンタルイケメンなんですよね。ちょっとイケメンすぎてしんどいっていうね、本当付き合えるんだったら、万葉集の中でもし付き合えるんだったらおすすめできる男子、3子に入ってきますね、池ちゃんは。本当そんくらい素敵な方です。有名じゃないのがなぜって思うんですけど、でこの2首目何のお歌を歌ったかというと、3945番、秋の夜は赤時寒し、白鯛の芋が衣で、キムヨシモガも、ということで、これどういう意味かと言いますと、秋の夜は赤時なので、これは明け方という意味ですね。で明け方が冷えますよって言ってます。はい、寒しです。明け方が冷えますよ、なんか、寒さの心配、そうですよね、都より温度が寒いんですよ越中は。そうだから、この後ね、もっちゃんは多分ちょっと、いろいろあってメンタル崩して、だいぶ長く風邪かなんかを引いて長患いをするんですけど、はい、ちゃんと言ってくれてます。あ、国前さん、前さん見に来てくれてありがとうございます。ということで、で明け方が冷えますようなんです。で白鯛のっていうのは、まあ、衣を導き出すための枕言葉で、あ、そうだから今日ちょっと白目の、はい、鯛を着物を着ております。白鯛の衣でを、衣を、キモヨシモガモなので、着て寝るすべがあればいいのですが、ということなので、まあ芋っていうのはこれ妹と書くんですけど、これは歌の中だけの愛しい女性に呼びかける言葉なんですよね。だからこの場合はもっちゃんの妻が都に置いてきてるわけなんですよね。そうだから、その愛しい妻のその衣、下着を着るすべがない、すべがあればいいのですがって言ってるってことは、まあ、なぜ下着、白鯛の衣なんで、多分これ下着の交換のことだと思うんですけど、まあそうですよね、これはどういうことかと言いますと、まあ、当時の下着って、まあ、言ったら肌襦袢みたいな感じなんですよ、今の着物の。だから男女別に差がなくって、でその下着の交換する今考えた、今だとちょっとさ、やばい性癖の人みたいですけど、その下着をね、恋人と交換して、着るっていうのが結構その、まあ言ったらラブラブな、カップルのあるあるなんですよこれ不思議なんですけど、まあ言ったらその人の下着を身につけることで、まあ、その人の、まあ、魂を感じるとか、まあ、体温を感じるとか、なんかいろんな理由があったとは思うんですけど、とりあえずその下着の交換というのをよくやっていらっしゃったということなんです。でそれはラブラブの証なんです。そこまではもうとか思わずに飲み込んでください。はい、当時は下着の交換をしていましたと。はい、夫婦なんで、でそれをできませんよ、それは。ね、越中と離れてるからね、寒いよって言って交換するわけにもいかないので、
なので、そのまあもっちゃんがそう思ってね、ああこんな寒い夜は妻と下着を交換してちょっとなんか、だから言ったらその共寝をするってことですね、一緒に肌を重ねて暖かな夜を過ごしたいなって思ってるだろう、寂しがってるだろう、もっちゃんの気持ちを汲んでその術があったらいいですねって、その心に寄り添ってくれてるっていう、そう常に池ちゃんはもっちゃんの心に寄り添ってくれるんです。この寄り添い力、共感力がもっちゃんのハートをこうギュンと掴んで、あー池ちゃん大好きみたいなところに持ってってるんだなっていうのがすっごいわかる歌の一つなんですよね。で2個目が何かと言いますと、これも似たようなまあ歌ではありまして、3946番です。ほどとぎす泣きて過ぎにし丘日からか秋風吹きぬよしもあらなくに、ほどとぎす泣きて過ぎにし丘日から秋風吹きぬよしもあらなくに、ということで、これもなんか言ったらまあ妻がいないねっていうところに気持ちを寄せてる歌で、まあ、ホトトギスが泣きで杉西なので初夏に泣いて通りました、取った、で丘日からは、まあ、丘辺ですね、丘のあたりからっていうことですね。で秋風吹きぬなので、もう秋風が吹いてきました。でまず1個チェックです。ここホトトギスっていうのはもっちゃんが多分一番好きな鳥なんですよ。なぜあの鳥を好きなのかがちょっと私は分かりかねるって言ったあれなんですけど、あんまりご存知ない方が多いかもしれないんですけど、有名なほら中野なら、殺してしまおうコトトギスみたいなね、あれで言葉としては知ってて、もうどんな鳥かご存知ない方がいて、なんとなくウグイスみたいな鳥を思い浮かべていらっしゃる方が多いと思うんですけど、このホトトギスというのは見た目カッコウです、はい、この辺にこの島があるカッコウ、ほぼカッコウです。見た目だけからでは私はちょっと判別つかないなっていうぐらいただのカッコウなんですけど、鳴き声がカッコウではなくキョッ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 って言います嘘だと思ったらちょっと YouTube 検索してください。キョッ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 なと次ちょっとまた下がるんです、キョッ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 って。なんでこんなマイナーの悲しい声で鳴く鳥があなたは好きなのっていう、そういうとこでもちょっとなんかその陽キャじゃなさをもっちゃんから感じるところではあるんですけどね。あ、にゃんこさん、いけちゃんカニ座だろうかってでその線もありますよね。ほんともっちゃん好きでね、ちょっとなんかでもそのなんていうのかな、どっしりした感じとかがちょっとその獅子座みも感じるんで、なんかその辺に星はありそうだなとか思ってるんですよね。あとなんかちょっと海外し乙女みとかも感じるっていうかね、はい、ということでそのキョ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 のマイナー調の通りが大好きなんですよ。どのぐらい好きかというと、万葉集中ホトトギスの歌の約3分の2ぐらいをもっちゃんが作って、3分の2だから、そのぐらいもっちゃんが作ってて、おかげで万葉集で一番たくさん読まれた鳥がホトトギスになってるんですよどういうことかというと、だからアイドルグループとかね、A なんとか B みたいな感じのアイドルグループがいた場合、その自分の推しをセンターにするために CD をめちゃめちゃ買っちゃうみたいな、そういうタイプの人だと思うんですよね、このもっちゃんというのは。そのぐらい好きなホトトギスをまず呼んでくれてるっていうところね、まずここなんですよ。好きをちゃんと抑えてくれてる。でそれが泣いて過ぎ去ってしまった丘から秋の風が吹いているということで、まあ、寒くなってきましたねって、で妻に会えるそのよしもあらなくにっていうのは何のよしかというと、よしっていうのはまあ方法ですよね、っていうのは、まあ、妻に会う方法もないのにっていうことで、まあなんていうかその秋風が吹いたら、まあ、寒いから妻に会いたいみたいなだからその活用が難しいところではあるんですけど、まあ、この泣きて杉西岡部からっていうのはどこかっていうと、越中にもこの二上山というのがあって、ちょっと二上っていうのはこうね2つ頂上があるみたいな、で奈良にある二上山が有名なんですけど、まあ、それに見立ててというか、まあ、越中の方にもあるので、ちょうどもっちゃんの館の 裏側というかそのすぐ近くにあるんですね。でそこはまあよくホトトギスが鳴いているっていうふうにも歌われていて、ね、なぜかというとホトトギスっていうのはだいたい山にいて鳴くっていうのが一般的だし、まあ、そうなんですよ、結構あんまり平地にはいない鳥なので、なので、でそこに飛来するホトトギスは、
まあ親部川っていうちょっとねそのもっちゃんの家から下の方に行ったところだったりですね、その辺にこの その辺りをなんか飛んでたらしいので、ちょうどねそのもっちゃん家の辺りをこう行き来してたらしいんですよ。いいとこに、いいとこにありますよね、家がね。そうで、うん、その遺体を刺すんじゃないのかなっていうふうに言われています。で、そうですね、まだね8月末をちょっと、8月末というかもうこの季節ですね、ちょっとまあ暑さも残りつつちょっと 寒くなってきているので、まあこういう歌を読んで、まあこれから来る季節の寒さみたいなのに備えてねみたいな気持ちとか、まあもっちゃんがねその都から離れて妻を今もう妻みたいに思っているその気持ちを代弁してというか、気持ちを組んで先に言ってあげるみたいなね、そういうところね、あの自分からは言いにくいからちょっと先に話を振ってあげるみたいな、こういう人ですよ。本当こういう人なんでございます。で、まあもっちゃんとはこう同じ大友家なんで、まあね結構ちっちゃい時からねあの顔を合わせてたりとかして、あの親しかったんじゃないのかなとは言われているんですよね。であのすごい若い頃に一緒にね、あのもっちゃんの弟ちゃんと一緒に宴に参加したみたいな、そういう歌も残ってて、で、まあ、だからそういうね顔見知りで、しかもちょっと年上らしいんです。はい、前週も言いましたがちょっと年上らしいんです。どのぐらい年上かは不明なんですけど、ただまあ私は2から5ぐらい上なんじゃないのかなというふうに踏んではおります。はい、なのでちょっと頼りになるお兄ちゃんみたいな、そういう人がその自分が初めて行く認知で先にそこにいて、で自分をサポートしてくれる立場である、もうこんなに心強いことはないっていう感じでございますよ。はい、なのでちょっとだからあのもっちゃんよりは家柄的に低いところだから、お母さんの位が低かったんじゃないのかなみたいなのとかは言われてはいるんですけど、なのでちょっとなんかその辺をね、そういうところからもなんか自分がっていうかね、そのあの俺がっていくタイプではなくって、どっちかというと支えます、サポートしますみたいな心っていうのがずっとこうね育ちからでも育っていかれてる方なのかなっていうのがあるんでございます。あ、AY さん、はじめましてだな。あ、りょんりょんさん、お久しぶりでございます。ということで見に来てくれてありがとうございます。今ちょうどあの池ちゃんの素晴らしい歌を読み終わったところでございます。でここでもっちゃんがなんて返したかですよね。ここで珍しくもっちゃん、2首返してます。はい、普通だったらちょっとあの、3首送られたら4首返すところなんですけど、もっちゃんはこうちょっとうざい感じですよね。それを2首にしてるのは、まあちょっと宴のね、そういうみんながいるパーティーの場っていう、その意識が かろうじてあのそのぐらいの良識はあったということかもしれないんですけど、まず1首目です。3947番、今朝の朝家、秋風寒し、遠津ひふと、狩りがきなかむ、時近みかも。今朝の朝家、秋風寒し、遠津ひふと、狩りがきなかむ、時近みかも。ということで、今朝の夜明けは、秋風が寒かった。そうでしょうと思う。そうでしょうと思って。で、遠津ひふとっていうのが、ちょっと待ってね、これは狩りの枕言葉なんですよね。そう、狩りを導き出すための枕言葉で、まあ、遠い世界に住んでいる人の意味合いですね。で、まあ、まあ、狩りっていうのは、季節ごとに飛来する鳥であって、日本にずっと住んでいる鳥ではない。だから中国大陸の方から、あと寒くなったらやってきて、で暖かくなったらまた帰るっていう、そういう、暮らしをしているので、まあ、ここはなんかその、狩りっていうものが、まあ、遠くから来ている人、あのまあ異邦人みたいな感じでちょっと思って言うみたいな感じの言葉なんですね。で狩りが来て泣いていますと。で泣くと時が近いからだろうねっていうことなので、これはまあ言ったら、まあ、鳥の生態に詳しいというか、絶対ねもっちゃんは野鳥観察好きなんですよ。あの本当に他の歌人が読んでいない野鳥もやたら読むし、あとちょっと生態に詳しくないとこういう表現しないよねっていう表現がめっちゃ多くって、だから単なるその季節のあのアイコンとして読み込んでいるっていうのにとどまらない野鳥好きをすごいね文脈から感じるんですよね。 この人どうしようだっていう、あの本当あの私と人のことは言えないんですけど、だからまあ
ね、秋って言ったら狩りがやってきて、でそれによって寒さを感じるっていうか、まあ、季節のシンボルみたいな、そういう役割があるんですけど、そういう人なんでしょうねっていう話を、そういう人なんでしょうねじゃない、だから寒くなってきたんでしょうねっていうふうに返してらっしゃいます。で3948番は、そうですね、あ、そう、これね、最初のね、池ちゃんの歌にちょっとこうしてるのも、ちょっとその、まあ、騒音のやり取りっぽい感じを醸してるっていうか、だから、池ちゃんの方の歌は最初、赤時って言ってたので、ね、まあ、もっちゃんも今朝の朝景って言って、その同じような時間帯を言うとか、で、まあ、赤時寒しなんで寒いって、これを、もっちゃんの方に秋風寒しにしてるんで、ちょっとこのもじってる、その韻を踏んでる赤時寒しと秋風寒しですよ、ね、そこで、まあ、神話性というか、まあ、ラップバトルとかだったらほら音をこう拾っていくみたいな、そういう感じですよね。で、歌のやり取りって面白いところが、まあ、この相手の言葉とか意味合いとかをこう引き継いで歌を読んでいくと、ちょっとそれはラブラブの証、ラブラブというか気持ちが通じ合っているからこそ相手の言葉を組んでそれに返すみたいな、だから気のない歌のやり取りとかはもう相手の言う言葉とかを 全無視して全然関係ない歌を返すっていう、もうそれで私あなたに気がありませんっていうのが分かるような仕組みになってるんですね。だからここはそのもっちゃんの返しからしても、もう僕あなた大好きですっていう返しをしていらっしゃるっていう感じなんですよ。お、あ、ゆう農園さん、見に来てくれてありがとうございます。あと、なおこさん、かわいいなおこさんも、こんにちは、見に来てくれてありがとうございます。あ、そうです、あやりさん、野鳥の会です。そう、一人野鳥の会をしてらっしゃるんですよ。あ、お着物姿、素敵ですね、ということ。ありがとうございます。その、はい、もう一週目のご紹介した、あの、白帯の衣でというのに合わせて、ちょっと白目の衣を着て、あとちょっと秋風の寒しなので、あの落葉の落ち葉が入っているのにしてみました。本当はね、狩りがいっぱい入ってる着物とかあればいいんでよかったんですけどね、ちょっとそれはさすがになかったので今募集中です。ということで、ちょっともっちゃんの、もっちゃんの違う、池ちゃんの言葉を組みつつのもっちゃんの歌をご紹介しました。笑顔が神って、ありがとうございます。ね、これはこの笑顔にさせるこの2人の、尊いやり取りがあのいけないんでございます。ということで、あ、森さんさん、お久しぶりでございます。見に来てくれてありがとうございます。あ、そう、大友のやかもちを私はあのやかもちゃんからもっちゃんとお呼びしていて、もう本当なんかのもっていう響きが似合うんですよね、この子。なんかね、このもっちゃりしてるっていうか、もったりしてるっていうか、褒めてない、いや、そこがね、いいとこなんでね、ちょっとそれをちょっとじわじわ味わってまいりたいと思います。じゃあちょっと池ちゃんの歌に答えた2週目です。はい、どんな歌を返したかと言いますと、3948番、雨盛る、ひなにつきへぬ、しかれども、ゆいてしひもを、時もあけなくに。雨盛る、ひなにつきへぬ、しかれども、ゆいてしひもを、時もあけなくに。ということで、どういう意味かと言いますと、雨盛るっていうのが、まずひなというものを導き出すための枕言葉なんですね。ちょっと神々ですね。言いにくい、ひなというのはどういう感じかというと、ほら、あの、辺境地のひなってあるじゃないですか、あのひなびた田舎みたいな、そのひなですね。で、ここではこの越中のことを言ってるんです。申し訳ございません、富山の皆様、あの都から見てひなという意味なので、あの決してそのような意味ではないということだけはあのご了承ください。で、そこにつけへぬということなので、まあ何ヶ月も経ったみたいな、何ヶ月も経ったというか、まあ、あの、うん、そういう意味合いですよね。え、でも来てからまだ一月も経ってなくないっていう感じなんですけど、しかれども、そうは言っても、ゆいてしひもを、時も明けなくに、なので、ね、都から出るときに妻が結んでくれたひもを、解き明けていないということなので、まあ、この下着のひもということですね。まあ、あの下着は変えろよっていう話なのかもしれないですけど、ちょっとこれは比喩的なあれで、どういうことかと言いますとですね、はい、言ったらそのね、ほら、さっき下着の交換は愛しい人とのね、そのやり取りだっていうふうに言ったじゃないですか。あの決して変態的な趣味というわけではなく、当時はね、あの下着があの男女兼用だったこともあって、その共寝をした時、うん、
その2人でラブラブした夜を過ごした時は下着を交換して、あのその人の、まあ、言ったら魂の宿っているようなもの、それを身につけてそれを感じるみたいな。なので、まあ、それを解いちゃったってことは、妻もいないのに解いちゃったってことは誰とですかっていう話になって、現地に妻をお囲いになられましたかという話になるんですよね。なので、それを解き明けていませんという話なので、多分これは、まあ、月ヘノなので自分のことではなく池ちゃんのことなのかもしれないですよね。うん、まあ、池ちゃんプラス自分のこと、うん、まあ、俺たちそんなね、あのそういう浮気とかしてないぜ、まあ、これもしかして都にいる妻に送ったというか、あのこんな感じの歌読みましたよって届けたのかもしれないんですけど、まあ、そういうお歌を読んでいますね。はい、俺たち潔白ですみたいな、そんな不純なことはいたしません、決してみたいな。逆に怪しくない？どうなんだろう。でも、まあ、もっちゃんはね、これ2度目の結婚で妻のことをラブラブなんですよね。2度目の結婚って言っても、その一番最初にその同じね大友家の大嬢ちゃんという子がいて、この大嬢ちゃん私大好きなんですよ。メンタル的にちょっともっちゃんと似てるところがあるからか、すごいね、どっしりしてて、サバサバしてて、あとおおらかでみたいな、そういう大嬢ちゃん私めっちゃ好きで、多分すごい好みで、本当ね、心の支えだったんじゃないのかなって思うんですけど、当時ちょっとまだ幼すぎて、一回ちょっと関係が疎遠になって、でもっちゃん別の方と結婚して子供までできちゃうんですけど、その方が割と早くに亡くなっちゃって、で、まあ、亡くなってすぐも大嬢ちゃんに帰ってきたっていう。それいいの大嬢ちゃんみたいな。私この時ね、大嬢ちゃんそこまでもっちゃんのこと好きなんだって、ちょっと感動したっていうか、なんだろうな、静かしゃみたいな感じかもしれないですね。もしかしたらのび太さん私がいないとダメだからみたいな感じかもしれないなと思うんですけど、まあ、なんか何しかこのそこまでして、再婚するぐらいこの2人は結構ラブラブだったので、まあ、もっちゃんが言ってることも本当なのかもしれないなというのはあるんですよね。本当ね、本当好きすぎる感じなんですよね。はい、あ、そうなんです。はい、直子さん、尊いやり取りがいけない。あ、好きのバイブスが強くて私も匂いはしてます。ありがとうございます。もうね、この2人好きすぎます、好きすぎるんで、ちょっとみんなにもぜひ好きになってもらいたいっていう。あ、そうなんです、ゆうのえんさん、そんな感じだったのでございますそんな感じだったのでございます。ということで、そうなので、これね、この後にちょっと一種だけ、もっちゃんが言ってるのもご紹介しとこうかな。あ、でもこれその次もだな、これ、うん、ちょっと続きも読んじゃいます。この次にね、また池ちゃんが一周読んでます。これに、続く感じで、3949番で、甘盛るひなにある我を、歌方もひもとき避けておもほすラメや。甘盛るひなにある我を、歌方もひもとき避けておもすラメや、ということで、わかります？これさっきのもっちゃんの歌とほぼほぼ一緒の構造になってるの。もう大好きっていう、その全肯定です。そうだよねしか言わない返事みたいな。そう、もっちゃんが言ったことに関してはもう、そうだよね、わかる、うんうんみたいな、その3回して、その3つの言葉でしか返さないぐらいのイケちゃんです。はい、まずこの甘盛るひなにまで一緒なんですよね。はい、でそこでにある我をなので、いる私、まあ私たちをっていう意味かもしれないんですけど、を歌方もなので、うん、もしやまあ、疑っていないだろうかみたいな。で、紐解き避けて思うすらめやなので、紐を解いていないかな、いないだろうかなんて思うはずがありませんよ、我らの妻ですものみたいなね。そう、思うわけないじゃないですかっていうね、そういう疑ってなんかいませんよ、あなたと妻の関係はみたいな、なんかそういうね、はい、自分のことを言いつつ、あなたたちもはもちろんそうでありましょうともみたいなね。はい、そんな疑いすらないほどラブラブですよねみたいな、なんかもうこう言うと池ちゃんよいしょすごくないってなっちゃうんですけど、まあ言ってほしいこと全部言ってくれてる感じなんですよね。はい、もう
そうです、アイレスさん、カウンセリングの定石、需要と共感、本当で、ね、本当それです。あの、イケちゃんはもっちゃんの専属カウンセラーです。はい、皆さん覚えて帰ってください。あの、イケちゃんはあのもっちゃんの専属カウンセラーとして越中に、赴任されています。違う違うっていうね、そういう役職ではないんですけど、まあ、主に彼のメンタルをあの安らかにするのが仕事かもしれないですね、と思ってイケちゃんはあの多分そこにいてるような気はします。だって上司のメンタル安定してないと部下として困るじゃないですか。なので、まあね、一番の重要な仕事と言っても過言ではないと思います。とりあえず機嫌よくしとかないと、あの人なんだかんだちょっとしたことですぐメンタル病むんですよ。知り合いみたいに言いますけど、ちょっとしたことでちょっとあのね、心をちょっと痛めて、なんか日記がすごい悪なみたいな、ありますよね、そういう人ね。あの、ちょっとしんどいことがあったって言ったら SNS 止まる人、まあ人のこと言えない、私もそうなんですけど、マジでそのタイプなんで、はい、あのメンタルケアすごいしてもらえたら嬉しいなと思いながら、でここにまたもっちゃんがね、はい、返します。3950番、家にして言いてし紐を解き裂けず、思う心を誰か知らぬも。家にして言いてし紐を解き裂けず、思う心を誰か知らぬも。ということで、家でそのね、妻が結んだ紐を解き放たずにね、思っているこの心を他の誰が知ろうか、ということでね、この他に誰が知ろうかって、まあ、家にいてっていうのは奈良の家に置いてってことですよね。で、思う心がっていうのは、妻を恋慕っている我々の気持ちをっていうことですね。はい、我々の気持ちを。で、誰か知らぬもは、ね、君と僕以外の誰が知ろうかっていうね、君と僕だけは分かってるよねっていう、いや、パーティー会場他の人もいるんですけどみたいな、何二人だけでここ盛り上がっちゃってんのっていう、ちょっとあのどうかなっていうやり取りではあるんですけど、まあ仲良しだからちょっとそっとしといてあげてくださいっていうね、ちょっと周りとかも空気読んでるかなっていう状況ですよね。大丈夫かなこの人いろいろ大丈夫かなと思うんですけど、まあそんなぐらいちょっとこの2人はあのね、なんていうか特別な関係というか、あの2人だけの世界にあのちょくちょく行っておられるような、そういう人たちであります。はい、そうですね、他の参加者ちょっと置いてきぼりですね。他にもいらっしゃったはずなんですけど、今のところ2人かなっていう感じを漂わせていらっしゃいますね。ということで、そうですねあのちょっと昔の歌のやり取りってなんか LINE みたいだなとかちょっと思っていただけたりしましたでしょうかね。意外となんかフランクというか、なんか雅な感じじゃなくないです。あのそれが万葉集の良さではあるんですよね。で、せっかくなので、これどうしようかな。あのここで一首その別の方が読んでる歌がこの後続くんですけど、これにもっちゃんが答えてる歌は残ってないんですよ。答えてあげてと思って、残ってなかっただけなのか、読んでたのに残ってなかっただけかは分かんないんですけど、別の役職、あの多分池ちゃんよりちょっと一歩下の方だったかな、八千島さんなので、大左官なので、下かな、うん、左官の秦野弓木八千島さんという方が、読んでらっしゃる、歌が一首あって、で3951番、日暮らしの泣きぬる時はお見苗し、咲きたる延べを生きつつ見べし。日暮らしの泣きぬる時はお見苗し、咲きたる延べを行きつつ見べし、ということで、まあ、日暮らしの泣く時は、まあ、夏の終わりですね。日暮らしの泣く時は、お見苗しの咲いている延べを、そう、お見苗しの咲いている野原を行ってみられるがいいですよっていう、そういう、はい、提案提案、うん、おすすめ、ルルブ的な、わかんないけど、をしてらっしゃる感じなんですけど、もっちゃん答えてあげてって感じですよね。なぜかこれ答えた歌が残ってなくって、この場合は、まあ、もっちゃんが読んだけど歌が残ってないか、特にもっちゃん読まなかったか、どっちかはちょっとわかんない感じです。読んでたけど残ってない、なかったことにしてあげたいですね。無視、そう、ルルブ万葉ですね
あの、まあ、ルドボバーニョは全部歌でご紹介地を、はい、あの載せておりますので、歌から読み解いていただけたらと思います。はい、という感じでいかがだったでしょうか。ちょっとあのいろんな参加者がいるにもかかわらず2人だけであの、まあ、花束をやり取りして、2人だけで世界で盛り上がって妻だよねみたいな、そういうあの俺たちしか分かってないよねみたいな、あのみんないるのに自分たちだけ分かるネタで盛り上がってるみたいな、そういうちょっと上司としてあるまじき状態にはなってはいらっしゃるんですけど、まあ、でもあのだからこそというか、ね、他の方々とも結構仲良しな歌とかもね、あのやり取りされてたりとか、あの都にね、その人の部下の方がね、お役目でちょっとね、あの出張する時とかも、君と会えなくなって寂しいとか恋しいとかよすぐ言うんですよ、あの子ほんとすぐ恋しいっていうの、あの誰彼構わずどうなのと思うぐらいすぐ恋、なんかあの寂しくって恋しいとか言っちゃう、こういう子だからこそなんか支えたくなるというか、あの決してオラオラなじゃないトップ、あの僕がやらってあげないといけないなみたいな、そういう可愛らしい子だったのじゃないのかなっていう、はい、あのご提案をさせていただきたいなという感じです。はい、あ、直子さん途中からでしたが全然私の知らないジャンルでしたがありがとうございます。好きの空気感で楽しく聞きてました。めっちゃ嬉しい言葉、また遊びに来ます、ありがとうございます。ということで、池ちゃんともっちゃんのやり取り、ラブラブやり取りをご紹介させていただきました。ちょっともう少し多分続くような気がするので、来週ちょこっとだけそれをご紹介しようかなと思います。エッチュマンヨはね、あ、そう、もっちゃん切りたくなる、ダメダメ切っちゃう、あの音耳でサクッとやると多分引きこもって出てこなくなっちゃうので、仕事に支障をきたすので、あの柔らかめでお願いいたします。ソフトリーに、あの一刀両断とかしたらもうダメですよ。はい、あの修復不可能になってしまうので、あのどうかあのこうなんかあの赤ん坊を揺らす感じで、あのはい、よしよしできたねみたいな感じでやっていただけたらありがたいなと思います。ということで、今週も2人のラブラブに付き合ってくださりありがとうございます。私はなんかこの2人の仲良しっぷりが本当にあの万葉集の中でも結構大好きでありまして、割とね、なんかその人物像が見えるっていうのもこの、ね、もっちゃんのエッチューマンヨのいいとこであるので、ちょっとその辺を激推しして、あとねこの激推しの内容を本にしてるので、ちょっとね今いろいろデザイナーさんに注文というかあのお願いするあたりでいろんな編集者さんの忙しさとかもあって、ちょっと今ストップしがちなんですけど、ちょっと早く進むようにいろいろ頑張ってみたいと思います。来年の頭には届けられたらいいなと思って、ほぼほぼ仕上がっておりので、よかったら出来上がったらぜひ私の愛の詰まった2人のエッチューマンヨを見ていただけたらと思います。あ、偶然入れてラッキーでした、ありがとうございます。毎週土曜日11時からこんな感じで万葉集話を万葉集の萌え話をしておりますので、もしお時間ありましたらまた遊びにいらしてもらえたら嬉しいございます。で、今週明日ですね、明日は近鉄百貨店の草津店さん、滋賀県の草津店さんで、似顔絵イベント、これですね、こんな感じで、あなたの見える色と模様をお花にします、あ、落ちた、お花にしますっていう、なんかそういう似顔絵イベントしてて、ちょっとこれで顔ですかって言われたらあれなんですけど、結構私はこういろんな世界で見えてるもの、人も人じゃないのも関わらず、なんか色と模様のレイヤーがかかって見えてるんですね。そう、なんかやばい人みたいですけど、で、そうみんな見えてると思ってたので違うんだなみたいな、そう気づいた時びっくりしたんですけど、で、まあだからもういいやと思って、ちょっと誰にも言えずにこうずっとちょっと変なんじゃないのかなとか思ってそうしてたんですけど、まあなんかもう使えるもの全部使っていこうかと思って、こうなんか見える感じでこんなお花ですよみたいなのを書きますよっていうのを出してみて、でなんかそれで喜んでいただける方とかもいらっしゃるのがすごい嬉しくって、なのでちょっとこれは友達を思いながら描いたものなんですけど、うん、あ、ステキックスってありがとうございます。あ、
かなえさんも見に来てくれてありがとうございます。今あのいろいろ万葉集の歌をあのご紹介し終わって、ちょうどあのイベントのお知らせとかしてるところなんですけど、そうなのでもしご興味ありましたら、またあの関西以外でもあのちょくちょくあの逗子のあたりでしたりとかもしてますので、またご機会、遠方の方もご機会あったらいらしてくださいねみたいな。あとこれお名前バージョンとかもあって、結構ねそのホロスコープ読みながらあの紐解いていくのが面白いんですよ。であと今回ちょっと原画の展示販売もしてもらえることになって、この辺この間描いたこの辺の子とか、そうちょっと見えるかな、なんかこの子とか、あとはそうこの今年のうさぎ年の年賀状を描いたこの子とかもちょっと持っていって展示販売するので、もしよかったら原画のキラキラ具合とかを見ていただけたら嬉しいなと思います。ちょっと光によってキラキラするような絵の具も使っているので、原画ならではのこのきらめき、ときめきみたいなのを味わえるのではないかなと思っておりますね。なんかみんなにちょっと見ていただけたらいいなっていうか、あ、かわいい、嬉しい。そう、お年賀の送った方はうささんだったのですよ、今年。そうで、あとね、この作った奈良鹿の手ぬぐい、これ奈良の鹿のね、春夏秋冬を、あ、逆だった、これ、上から冬か、下から春ね、春夏秋冬みたいな、このさ、あれ、春日山あの公園のあたりの鹿の春夏秋冬をこうスケッチして、 それをこうちょっと可愛すぎたので、あの手ぬぐいにしてみんなに味わってもらおうかなと、こう浜松の抽選染めで作ってもらって、だいぶ汗水もいいので、オンラインショップでも販売してますが、ぜひ手に取って見に来ていただけたら嬉しいなと思っております。ちょっとね、この尻とかさ、ほんと可愛いんだよね。どこだっけ、尻、あのね、鹿の、そう、尻のこのハートとか、あとこのバンビ、春のバンビのこの欠けてるのとか超可愛いの。あとこの正面の真顔とかね、これをね、なんか日常に使いたいなと思って、あとね、そろそろオンラインでも販売するよ、このカレンダーね、来年のカレンダーも作りました。これもそろそろご紹介しなきゃなんだけど、そう、今年から縦型でこの新暦旧暦がすごい見やすくなってるっていうか、毎月万葉集の季節ごとの歌とそれからイメージして描いた絵で、あと二十四節気と七十二候がすごい見やすくなってるの、あと土曜期間とこの惑星の運行もあるので、この辺もりもりで、そう、これ結構私好きなんですよね。あ、畑で手ぬぐい多様間なので、マジですか。今青とこのちょっと黄土色と2色オンラインでも販売しております。よかったらゲットして、毎日鹿の尻でこの汗を拭って鹿みたいな、あ、原画見たい、ぜひぜひまた原画展とかもちょっと来年はしてみようかなと思っております。12周年なのでね、これ3月で4月で、これね、本当季節のいい歌がね載ってるの、もっちゃんの歌は2種ぐらいあるので、このね、そう、この辺もね いいんですよ。で6月で、で7月がこれか、7月も結構好き、恋忘れ貝を拾いに行くっていうね、恋を忘れる貝ですよ、貝はシェルね、シェルで、これが8月の七夕で、七夕はね、万葉集の頃秋なんですよ。でこれが、これね、もっちゃんが読んだ妻がね、なでしこに見えるっていうね、ロマンチスト、なでしこ見るたび妻の笑顔に見えるって言ってんだけど、これね、死んじゃった妾にもあなたのことをなでしこに見えるって言ってんの、もうね、お前はっていう、元カノにと同じプレゼントを今カノに送るやつですよねって私は思ってるんですけど、でも多分なでしこっぽい子が好きなのかもしれない。でなでしこってすごい可憐なイメージあると思うんだけど、私見た、初めて見たなでしこ、野生のなでしこは海辺の岸壁にすごい海風受けてもガンガンに元気に咲いてるっていうのがなでしこで、
なんていうのかな、可憐な見た目だけどめちゃめちゃ生命力強いみたいな子が好きなんじゃ、たくましい子が好きなんじゃないのかなって私思ってます。でこれがね10月鹿でダビッドさんね。でこれは、11月はもっちゃんの弟のふみちゃん、ふみもちくんっていうのがいて、ふみちゃんの歌で、でこれ12月っていうのになってます。もしよかったらこれももうそろそろ販売いたしますと言いながらなかなかできてない、販売いたしますオンラインで、よかったら来年も万葉集の歌と一緒に過ごしてもらえたら嬉しいなと思います。あ、カイズさん見に来てくれてありがとうございます。原画展お疲れ様でございます。カイズさんね、今11月の29日まで、あのこれは東京押し紙の一家さんというところで原画展してらっしゃるので、よかったら見に行ってみてください。こういうすごいふわふわの、ふわふわというか、あのなんていうのかな、物語の世界をわーっと味わえる絵なので、はい、ということで、 あとこの間いろいろありがとう、あこのお菓子もいただきまして、あとそうこれね、あの中がバームクーヘンとあのクッキーとあのパイだって、ね、ちょっと私まだ砂糖と小麦が微妙なラインなので、とりあえず匂いだけすっごい味わってます。美味しそうな匂いと思って、ちょっとあの体調良かったら少しかじるかもだけど、あの私のあの背の君のあのお菓子にさせてもらおうかなと思っております。ありがとうございます。あとこちらよし、蜂蜜超うまかった、すげえうまかったの、この梨が今一番なくなっているんだけど、梨とアカシアとほんのり栗と6月の花っていうのをいただいて、私ねあのいろんな花ごとの蜂蜜食べるのめっちゃ好きで、もうそう なぜ好みが分かったのっていう感じなんですけど、これねこのケンポ梨めっちゃなんか甘くて不思議な味した。あとアカシアが普通に売ってるアカシアよりすっごい華やか、さっぱりなんだけど華やかで、え全然違うと思って。で6月の花はもうなんかすっごいミックスの味だけど、栗のちょっとゴロッとした味もして、ね、これねお友達の養蜂家さんらしくが作ってらっしゃるらしくって、野々山養蜂園っていうところ、野原の野にこの同じ ので山の養蜂園っていうところなんで、もしよかったらちょっと見に行ってください。私ねあのピンクアカシアの蜂蜜めっちゃ気になりました。ピンクアカシアの蜂蜜みたいな、とあとなんだっけ、エンジュとハリノキかな、あの辺も食べたことないんで、ちょっとなんかまた関西来られることあったらちょっとあの代理で買ってきてもらおうかなみたいな、ちょっとあのすっごいあの美味しゅうございましたということで、あのお礼までというわけで、はい、今週も聞きに来てくださりありがとうございました。ちょっとお茶だけ飲まして、よし、あよし、今日はちょっと萌えを一緒に共有できたのですごく元気が出ました。多分なんか大好きをこう自分の中で燃やすと、なんかその揺れというか波が自分を整えてくれる感じがして、割とこう人と会った後とかって、たくさんいろんな人すごいいい感情でも、あのなんかいろんな揺れが来てこう船酔いみたいになっちゃうなって気づいて、その波に寄っちゃうみたいな、それを整えるのにやっぱ自分の波をこうわーってさせるのってすごく大事な気がして、それって私だけじゃないかもしれないなとは思うんですよね。だからなんかこうね、人からのこの揺れに酔いやすい人、気を使いすぎちゃう人とかは、ちょっとその後に自分の好きをこうわーって燃えさすと、自分が整うかもしれないので、もしなんかそういう方いらっしゃったら一回試してみてくださいということで、あまた買ってきました、ありがとうございます。ちょっと今度は代理でというか、お願いいたします。代理でというか、はい、ちゃんとお渡ししますので、お渡ししますのでっていうか、本当いい鉢を使っていらっしゃるなっていうか、すっごいね、エネルギーがいい感じでございました。超うまかった、お礼をお伝えください、すごいおいしいものをありがとうございますとということでございました。というわけでまた来週この続きを一緒に見ていけたらと思います。みんなにもっちゃんのへちょっとした感じ
を伝わって、で、まあ、自分もそういうとこあっていいよねっていうのがなんかこう、ね、許せるなんか一つのこうファクターになればいいなと思ってます。そう、全人類ヘッポコ化計画でございます。ヘッポコであることを許すととっても楽になるので、みんな自分のヘッポコを大事にして、はい、それを大事にしてくれる人と一緒に暮らせますようにということで、またあの来週元気でお会いしましょう。ありがとうございました。よし、ちょっと待って、これね、こっちじゃないと止めれないの。どこで止めたらいいのかな。